皆さんは日本における高齢化の推移がどうなっているかご存知でしょうかこれは内閣府がまとめた高齢社会白書のグラフになります2015年現在日本の総人口はピークを迎えつつあります今後世の中で言われているように少子化が進み年々年を追うごとに日本の総人口というのは減少にたどっていきますそして40年後2055年には 65歳以上という高齢者の占める割合が全日本の人口の約40%に占めるまで増えてしまいますつまり今我々の世代が40年後まさにこの高齢者というところにいることになります一方第一次産業農林水産業と呼ばれる分野に従事している人の数はどうなっているか皆さんご存知でしょうか 高齢者しているにもかかわらず第一次産業に従事する人の人数は年々低下の一途をたどっています全産業に占める第一次産業の割合はなんと3.6%しかないという少なさが今の状況だと言えますこのような状況で第一次産業農林水産業というものは日本からなくなってしまうのでしょうかこちらは 農林水産省のまとめた生産農業所得統計というグラフです上に示させていただきましたのは農業が生み出すお金農業総産出額のグラフとなります農業従事者の数が減少しているのもあり農業が創出する総産出額というものも年々減少していますそのため農業に従事している農業従事者の所得 生産農業所得というものも年々低下の一途をたどっているということがわかると思います過酷な農作業収入も不安定かもしれないこのようなイメージの強い農業に堅実な道を歩もうとする若者はあえて選ぼうとするでしょうかそのため高齢化の進行はますます進み農業従事者は減少耕作放棄地も増加こういった悪循環が今の日本の状況を 表しているのではないかと感じますでは日本の第一次産業の将来は本当に悲観すべきことばかりだと思いますか私はそんなことはないと感じています現在私どもの世代は農業に従事しておりませんが企業選手として夜遅くまで日夜仕事に明け暮れているという事実がありますそして自然に触れながら自分のペースと採用で仕事ができる農業というものに ある意味、憧れというものを抱いている、そういう人もいるかもしれません。また、情報通信技術を駆使して、生産方法の工夫や改善をすることで、収穫規模や収益性を拡大できるのではないか、そういう可能性を感じたりします。第一次産業が生産する特産物を、第二次産業によって高い付加値をつけ、ブランド化を進め、そして第三次産業の流通と販売に 効果的に結びつけることができれば。一かける、二かける、三が、六になるように。第六次産業化。つまり。農業の総産業化というものが、実現できるのではないかと考えています。もちろん、ここには。食品衛生や、リスク管理への責任といった、問題が発生することはあります。ただし、超高齢化社会を迎えるという実情に対し。あまり悲観的なことばかり考えているわけにもいかないのかな。というのが、正直なところです。 皆さんは日本の植物工場という技術をご存知でしょうかこの中でも植物工場という技術に関与されている方が少なからずいるかもしれません Google の画像検索で植物工場というキーワードで検索するとこのような結果が得られます植物工場には大きく分けて2つの種類があって太陽光を利用した太陽光利用型植物工場というものと LED や蛍光灯を利用して 工場のような形で生産する人工工利用型植物工場というものがあります実際に大手機械メーカー等は LED や蛍光灯を用い工場のクリーンルームのようなところを改造することによってレタスや葉物の植物そういったものを生産し販売するという事業を始めていますつまり先ほどご紹介したような農業の総産業化 六次産業化というものは着々と進んでいるという事実が伺えますでは世界はどうでしょうかこれはコロンビア大学のディクソン・デポミエ教授が提唱するバーチカルファームというコンセプトになります日本語に訳すと垂直農業というふうに翻訳することができますこのコンセプトは都市圏の土地の有効活用の一案として提案されています このような1つの建物の中で家畜を育てるだけでなく植物を育て葉物だけでなく果物まで育てるそしてそこで生産された野菜や肉を1階のスーパーで販売するという建物を縦に循環型の農業を実現してしまおうという構想ですもしこのような都市部で垂直農業というものが実現できたとしたら輸送費の大幅な削減ができるだけでなく新たな雇用創出 生活ととのの調和明るるいい未来が想像できるのできはないかと感じますもちろんこんな世界を実現するには経済的な問題エネルギー消費効率の問題さまざまな課題がありますですがこのコンセプトをもとにデザイナーの方々が描いたこの絵を見させていただくと私も頭の片隅にこんな世界がいつか本当に作ることができないのかということを想像しながら日夜研究に明け暮れているという状況です ではここから私の研究の話に入りたいと思います皆さんは植物の成長がどのような仕組みによって行われているか覚えていますか実はこれは小学校4年生の理科の教科書に載っています植物は葉の表で光合成を行い葉の裏で蒸散を行って成長していきます光合成というのは太陽の光エネルギーを用いて大気中の CO2 と根から吸収した水から 有機物を合成すする仕組みです一方日が当たり始めると葉の裏からは蒸散が始まって根から水や養分を吸収し植物の全体に輸送が始まりますではこの植物の成長を測るにはどうしたらいいでしょうか植物の成長を測ることができれば植物の生育状態をコントロールできるかもしれません私はこの素朴な疑問に対し植物の成長は 光合成と蒸散に関係する光合成と蒸散は植物が持つ葉っぱに多く含まれる成分によって行われるということは植物の葉がどれぐらい茂っているのかということを間接的にでも計測することができれば植物の成長を図ることができるのではないかと考えましたそして今日ここで持ってきたものがそのために研究開発したものになります こちらは無線で計測できる無線産卵光センサーと呼ばれるものです植物の成長は光合成と蒸散つまり葉っぱがどれだけ茂っているかということに関係があります葉っぱは茂れば茂るほど植物体の中の状態は暗くなりますそれは葉は太陽の光が当たるように茂っていくからです ですから私はこの乾電池で駆動する無線でデータを計測できるこういったものを開発することによって植物の上と植物の中で2箇所で計測することで植物の明るさの違いというものを計測することができるのではないかと考えましたこれによって同時に気温と湿度明るさそういったものを計測できるのですが蒸散の量光合成の量というものを葉っぱの 繁茂と言われる茂り具合から想像することができるのではないかと考えています一方もう一つ重要になる植物の吸収すする水と養分ですこちらも水耕栽培の植物に限れば給液タンクの中の水の量を計測すればどれだけの量の水を植物が吸収しているのか想像することができるかもしれませんそしてその給液タンクの中の水の溶液の濃度を計測すればどれだけの濃度の養分が水と一緒に吸収されたのか ここちらもも間接的に計算するるとができるかもしれません我々はこのようなセンサーを多数開発することによって同時に多数の気温湿度明るさそして水位溶液濃度というものを計測できる環境を構築しましたそして実際にそれらのデータと研究室で事前に計測しておいたそのデータ系列との組み合わせで分かる実際の植物の養分吸収量というものの紐付けを行い コンピューーータタに大量のデータのデ学習を行っていますそして現在の気温や湿度水位濃度との状態からこれまでの過去のデータから最もらしい養分の吸収量というものをコンピューターに推測させることができないかという課題にチャレンジしていますこれによって特農家と呼ばれる農業のプロフェッショナルが経験や勘で実現しているノウハウをコンピューターに再現させることができないかそういうプロジェクトです ただここで一つ気になることがありますそれはコンピューターに学習させるべく経験値とも呼べる学習データ量は多ければ多いほどいいのであろうかということです多ければ多いほどそれを収集するための労力が時間が大変になりますそこで我々はアメダスのオープンデータを用いてコンピューターに学習させるデータの量が3年分のデータを利用して そのデータとコンピューターの予測するデータの誤差がどのように変化するのかという分析を行いました日本の気候は縦に長いということもあり札幌、東京、浜松、那覇といった4地域を代表にとって学習するデータの量を最大3年分増加させることで誤差がどのように変化するのかという分析を行いました。ここで興味深いのは 那覇に関しては学習データが多ければ多いほど誤差というものは小さくなったにもかかわらず札幌や東京ハーマ松といったエリアでは特に札幌では学習させればさせるだけ良くなるということもなく実は8ヶ月ぐらいデータを学習させるぐらいが一番精度が良かったというそういう結果が分かりましたつまりここで言えるのはコンピューターに学習させるデータの量には適切な量というものがあるのではないかそういう仮説を立てました しかし人間がそれぞれの地域のデータをコンピューターに学習させどれぐらいのデータが最もいいのかということをいちいち確認していたのではきりがありませんそこで私は一つの方法を思いつきましたこれはコンピューターが大量のデータの中からさまざまなデータを抽出しその抽出したデータから複数の異なる予測モデルを構築して予測をし続けるというモデルになります皆さん 明日の朝の七時半の気温を何度になるか想像してみてください。多分人によってこの想像の仕方というのは変わってくると思います。例えばある人は今は春なので春の朝型の温度はだいたいこれぐらいかなと春ということをキーワードに予測するかもしれません。またある人は最近の朝の温度データというものをベースに。 大体こういうふうに推移してるんだったら明日もこれぐらいの温度になるだろうと予測する人もいるかもしれません。また理系で統計にたけた人がいればですね過去の状況を分析して今と同じようなデータだけを抽出しそのデータから明日の温度を予測するということができればより正確な温度を予測できるのではないかと考える人もいるかもしれません。いずれにせよ明日の朝になれば正解のデータがわかります。 ですのでその正解が分かった時点でどのような学習モデルを使って予測したのが一番精度がいいのかが分かりますですからそのモデルを使ってしばらく予測をし続けるというようなアルゴリズムになりますもし何日か経ってその予測モデルが誤差を大きく生じるような状況になったらまた同じような複数のモデルを生成し予測し直すということを繰り返すこれをコンピューターが自動的に実行できるような仕組みを考えました 私はこのアルゴリズムにスライディングウィンドウベースサポートベクターレグレッションという名前を付けました今日はせっかくこの場に皆さん集まっていただきましたからスライディングウィンドウベースサポートベクターレグレッションという名前だけは覚えて帰っていただければと思います <laughs> そして私どもは岩田にある静岡県の農林技術研究所というところで実証実験を進めています実際にこちらの無線産乱光センサーを用いて環境情報を収集し 大量の環境情報から先ほどの SWSVR を用いて植物の窒素吸収量6時間後に窒素をどれくらい吸収しているのかということをコンピューターに予測させていますそしてその予測結果に基づく窒素供給制御というものをすることによって過不足のない吸液制御を実現していますなぜ過不足のない吸液制御が重要かといいますとトマトのような栽培の場合 溶液を投入すすれれば果実のの肥大化速度というものは促進されますしかし川の成長よりも果実の促進速度が速くなってしまうと皮が割れてしまい売り物にならなくなってしまいますですから多すぎてもいけない少なすぎてもいけない過不足のない吸液制御というものが重要になってきますこれがこの冬に行われた実証実験の結果のグラフの一つです黒いグラフは実際に植物が 吸吸収収ししたと思われる窒素吸収量を表しています赤いグラフは我々のアルゴリズムで植物がこれだけ吸収するだろうと予測された値になります11月26日最初に構築した予測モデルで黒いグラフと赤いグラフは大体同じぐらいのところを推移していますしかししばらく時間が経つにつれて黒と赤い線は大きくズレが生じてきていますそして12月20日頃 コンピューターが自動的に再構築をする必要があると判断し、モデルの再構築を行いました。その後は、植物の吸収している量と予測制御の量は、大体同じぐらいの値を推移して制御することができるようになっています。この結果から言えることは、コンピューターが人間のノウハウを、ある意味再現可能になりつつあるという事実を示していると言えます。最初に私は、超高齢化社会を迎えることを悲観的に考えるべきではないと言いました。 現在我々が取り組んでいるような過酷な現場のネットワーク化、ノウハウの再現の可能性、これらを情報通信技術を駆使して様々な産業や人との連携した総産業化ということを実現できる可能性があると考えています。発想は素人でしたが、クローズ的に実行することができれば皆さんと一緒に明るい未来を創生できるのではないか、そのように私は考えています。ぜひ皆さんで明るい未来を創生していければと、 持っています今日はどうもありがとうございました。